こんばんぽん。やすさん、こんばんは。AT さん、こんばんは。F 検査めっちゃ面白い。その前だけども、予想してた。よかった。前田さん、ありがとう。毒リンゴさん、多めだったけど大丈夫。ありがとう。アイポン、元気です。えんちゃん、すーさん、たーさん、こんばんは。ねえ、雨ちょっとやばいね。びっくり。いや、アイポンね、どうしてもちょっと洗濯物を今日回したくて、洗濯機を回したので、ちょっと今部屋干ししてます。このタオルじゃないけど、本当にタオルを部屋干ししてます。ちょっとどうしよう。でもずっと雨だよね、もう。 本当はニポン3回もありがとう。タイミング合いすぎたね、あれは。めっちゃ対戦したくない、今日。大丈夫、前田さん。避難勧告出たけど、それは避難してほしい。前田さん、危ない。本当にみんなね、そう、川とか、本当に危ないから、みんなぜひ自分の身を一番に考えてほしい。ティームさん、イサオさん、ありがとう。雨ですね。マサポン、ありがとう。奇跡、イエーイ。iPhone の奇跡。本当に、グレープキングさん、本当にみんな気をつけてほしい。奇跡もらえた、マサヨシさん。よかった、アニポン。岡もっちゃん、ネコリンさん。まあ確かにね、前田さん。わかる、それも。家にいる方が安全なのもわかる。そう。中地さん、外カメにしたら洗濯物だらけ。そんなことないはず。本当に気をつけてください。伊沢さん、ありがとう。そう。うわ、いい、浸水。FK さん。なんでユナイテッドさん、バイポンなの？好きなさん、ありがとう。まえちゃん、ありがとう。かしさん、雨すごい。ほんと気をつけてほしい。たかさん、こんばんは。すーさん、愛子様、ありがとう。あれ、やすさん、明日までや。あ、待って待って待って。あ、そう。今、パルトさん、カラオケ配信、ちょっと見た。AOC さん、気をつけてね、ほんとに。ルーニーさん、こんばんは。ゆいころさん、ありがとう。ゆいころさんかな、ランキング、ありがとう。見てるよ。そう、今日、ジャックアルパカ、こっち向いてるの。ヒョウさん、ありがとう。中地さん、信じて。洗濯物飛ばされた、スーさん、やばい。なになに？たけさん、バリエーション豊か。本当に結構同じの着ちゃってるかもしれない。スマイルさん、ありがとう。あ、洗濯機が出来上がりました。QQG さん、こんばんは。ヨドさん、ありがとう。キュンニーさん、ありがとう。また後で。ありがとう、誰さん。ナコミクさんのコラケーシー、もちろん見た。私がちょうど見た時に、ミクさんの、まさかのね、ナナさんがいらっしゃって、歌うますぎてやばかった。 歌うまと思って、ちょっと待ってね。やばすぎた、歌が。 ゴンケさん、田んぼ見に行っちゃダメ。危ない。 今田んぼ見に行っちゃダメ。あー、ミュージックトライブさんにスティーブ・ホテイトですね。9月30。ニコラさん、よくわかったね。でも田んぼ見に行っちゃダメだよね、ゴンケさん。本当に。かわいいでしょ。ユーコラ使わないの？じゃあ、ユイさんにしようか。タケルンさん、どうしたの？タケルン。病院？大丈夫？倉敷雨、そっか。キャロットさん、つとむさん、こんばんは。あ、もろちゃんさん、ドライヤーのアイポン、ありがとう。アイポン、カラオケまだしたことないな。ヌンヌンさん、ありがとう。タレパンさん、ありがとう。今日何しようかな。今日、そう、ちょっと待って、みんな。あれ？あれ？アイポンね。まあ、メール取ってくれてる方はわかると思う。いやー、そなこさんのプロデュースを聞いて、いやー、うますぎて、もう100回は見た、あのシーン。みんなわかると思う、あのシーン100回は見た。あー、今日ブログの日、そう。スーさん、ありがとう。今日 iPhone のブログの日です。ぜひ、行ってほしいな。そう、今日すごくない？私。そう。今日ちょっと舞ちゃんとね、一緒にダンスを踊ってて、その後ゆらちゃんとも会って、3人で伊勢の出でした。だね。3人一緒に行けたから、3人対。ごめんね、ちょっとその、多分1人だけ入った方は何事だってなったと思う。ゆらちゃん、まいちゃん、私で1人だったから。ね、パズルじゃない。つとむさん、ハートありがとう。まおさん、こんばんは。
ひょっこりぽん。雨ザーザーマオさん、本当に気をつけてね。どういうこと？ブログ見ましたけど、よかった。あきらさん、ありがとう、こんばんは。のんちゃん、無音なう。しょうがない、書いてあげよう。よし。ブログ見て、今日のはあのショールームイベントの時に言われた星 T シャツ。ありがとう。無言噛みたいよ。そんなこともないですね。ごめんね、ちょっとそんな丁寧に書けないんで一言なんだけど、一応。まあ、明らかに嘘って方にはメッセージはちょっとすいませんが書きません。あー、もみあげさん今日あったよね。 iPhone と対戦できたが嬉しい。それは iPhone 推しだね。今日のブログ、ちょっとね、あんまりね、正直ね、ちょっとこのブログからブログまでの期間に握手会とかがねなかったから、あんまりあれかもしれないけど、見てくださったら嬉しいです。あら、まこにゃんさん、とりあえず初めて、あら嬉しい。岡山県出身、高校2年生16歳です。アイポンこと溝口愛子です。マジカルさん、花束ありがとう。どう、花束誰か突っ込んでね、この後時差あるかもだけど、お前でないよって誰か突っ込んでね。3日に1回ぐらい誕生日の人いるから気をつけてね。ほんとみんな3日に1回いるよね、誕生日の人。あー、ゆうなちゃん嬉しい、ゆうぽん。全然みんなやっちゃってくださいね。アイポン出なかった、グレープキングさん、そこ。スマイルさん、ハートありがとう。ラカンさん、花束ありがとう。いいよ、もみあげさん。キャロットさん、メール来ない。私今日メール5通ぐらい送ったよ。昨日は多分ね、8通ぐらい送ったかな。赤いの、そう、あ、ありがとう、たけるんさん。そう、赤いのの正体をね、じゃあ今から見せちゃおうかなと思います。何、ブログのアイポンもらえてる？いつも通りなんだよ、もらえてた。タラララーン、タラララーン、ついに、ついに。あんま見せちゃいけないかな、見せてもいいかな。タララーン。あ、切れそう。ちょっと着てくるね、みんな待ってて、ちょっと着てくるわ。あ、切れる。あ、いけるいける。危ない。全然切れるじゃん。切れた。あ、ちょっと髪切ったみたいになってる。めっちゃサイズ合ってる。マイキュー着てた？かぶってる？ちょっとかぶってる、恥ずかしいわ。マイちゃんとペアルックしちゃってる私今。腕出てるね、腕。確かに。そう、これはね、唐揚げくんポンチョ。背中があれかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、みんな、これお尻、お尻。ちょっと待って、やだー、ちっちゃい？あ、ちっちゃい。いや、まあまあ、上半身守れない？似合う？
珍しいよね、私がこういうちょっと変なこと、変なことというか、舞ちゃんがね、確かに切ってそうだわ。でもこっちが正面なのかな。あ、かわいい。ねえねえ、多分レギュラーかな、これは。私の好きなレギュラーだな。あ、みんなが見たかったコスプレだよ、これ多分、ほら。みんなが楽しみにしてたコスプレは、これでいいかな。iPhone もついにゲットしました。皆さんぜひローソンさんでね、雨の日に、なんか外に傘置きが置いてあったら、置いてあったらこの1000円以上、そう1000円以上買ったらもらえます、ローソンさんで。ぜひね、皆さん iPhone とペアルックしちゃいます、しちゃいますので、ね、似合ってる。私レギュラー派、まあ全部好きですよ、何でも好きやけど、レギュラーがあったらレギュラー買っちゃうな。これね、子供用、子供用なの私。え、チャッキーさん本当に誕生日、なんかさっき誕生日が3日に1回だよとか言ったから、なんかちょっとあれ、なんかチーズ派、チーズもいいね。え、持ってるの、ヤスさん、イエーイ、おそろね。1000円以上似合ってる、嬉しい。アルパカちゃんちょっとぐったり、握手会みんなその格好になる。みんなこれね、そう、これ台風中継、ただいま、ただいま、こちらはってな。そう、これキッズサイズなの本当は。だからね、多分3歳とか4歳の子が来たらめちゃくちゃ可愛くなっちゃうんだけど、16歳が来ちゃいました。レッド派、私レッド結構ね、飲み物飲まないと無理だな。ちょっと出てみて、ちょっと今、今みんなとお話ししてるんだから、外出ちゃったらあれな。現場のヤスさん、はい、こちら、なんなら2着ヤスさん、やば、え、めっちゃテンション上がる、なんか面白い。いつもと違うね。そうだよ、これ徒歩1時間さんに、あー、瀬戸内レモンペッパーいいですね。ただとさん、最速感いい感じだね。マイキューと2人でそれ着てローソン、いやー、ちょっとこれ着てローソン行ったら、ちょっとローソンさんびっくりじゃない、あいつらやばいってなっちゃう。そう、あー、熊根パパさん、今日は負けたぜ、今日は勝ったぜ。ちょっと そろそろ脱がないと、私ちょっと癖がすごい。今ショールーム来てくれた方、癖でしかないよ私。やばくない、キャンペーン中だから無駄に1000円以上。でもな、あれだからね、私は今日の夜ご飯と明日の朝ご飯と飲み物を買ったらいけた。広報の人。暑くない、全然通気性いいよ、みんなこれ本当にみんなおすすめ、ぜひね、みんなこれで街を歩いてほしいです。街、サタンさん会えない、そうランキング見てる、サタンさんありがとう、だけどなかなか会えないね。通気性違う、なんか暑くはないってこと、わかる、穴は開いてないよちゃんと、でもなんか暑くはない、まあ今涼しいからかな。コンビニ、おそらく見える、よっしゃ、じゃあ着とこう、16歳。あー、カズリン、ごめん、3回目ごめんね、シャカシャカ言ってる、シャカシャカ。いやマイキューはね、コッコさんからもらって、多分ね、なんか2個持ってるのかな。謎のポンチョ軍団、ちょっとみんな、チビポンに見えてきた。本当に大丈夫、なんかこれ、ここだけ見たらさ、なんかちゃんとこの唐揚げくんっていう、なんか大丈夫かなこれ、あ、逆に着てみたら、でもそっか、逆だと顔なく、こう背中にね書いてあるの、あれが唐揚げくんのね。でも私はね、ちょっと10歳ぐらい若く見えて16歳、どういうこと、鶏に会ったら追いかけられる。やばいね、いいでしょう、
どう見ても台風中継なの。後ろ見せて。いい音だ。どんな感じになってる？わかんない。映ってる？これなんか鶏ポーズ映ってた？あ、映ってた？後ろから見たら可愛い。そう、今ちょっとスクショしといて、ぜひみんな拡散。そうだ、そうだよね、今日萌香ちゃん誕生日だから、ちょっとの間だけ同い年。 JK ポーズはこうだよ。で、ニワトリポーズ一緒か。ワルタピーポはこっちだよ。アッキーさん何しとんねん。唐揚げくんポンチョゲットしたから来てる。ちょっと熱くなってきた。やっぱちょっと熱くなってきた。喋ってるから。いや、髪の毛がちょっとダメだ。かぶっとかないと。髪の毛がやばい。あー、めっちゃ好きなさんと伊沢さん同じこと。家族にしようか。でもそしたら私がいなくなっちゃうよ。ちょっと夜中にこんな女の人、さすがにちょっと踊ってみようか。やばい、スサウナになっちゃう。ちょっとやばい、ちょっと私今やばい人じゃない。大丈夫かな。なんかテロップ加工、何がいいかな。何がいいテロップ。やばー、じゃあ唐揚げポンにしよう。いいね、ちょっとつとむさんのもらうわ。唐揚げくんじゃなくて唐揚げポン。あ、ちょっと待って、これスマホで書かないと絵文字が分かんないんで、ちょっと待ってね、テロップ書きます。やばくない私、大丈夫かな。よし、おお。いや、なんか写真撮られちゃった。ちょっと待って。よし。何、後ろ姿見て前に回り込んだらもっと可愛い iPhone。 よし、なんて書こうかな。どうだろう、拡散希望。やばいよ、お兄さん大丈夫これ。おきちゃん欲しがってた。コウジさん、あ、マイキューと同じポンチョ着てる。私これね1000円以上買っていただきました。唐揚げくんさんだぞ、ごめんなさい。ウェポンさん、唐揚げくんさん、唐揚げポン、この子のためだけに東京行くのあり。竹田さん嬉しい。この子でも私この子かな、大丈夫かな。唐揚げポン、今日は唐揚げポンだよ。何買ったの。夜ご飯と明日の朝ご飯と飲み物買った。みんなぜひ。サトシさん、ヤッホー。かわいいでしょ、ニコルさん。絵文字かわいいでしょ。そう、自分でもらった唐揚げポン。うん、ちょっと暑い。でも大丈夫、唐揚げポンなんよ。みんなロストマンさん、ハートありがとう。よし、ちょっとこれじゃショートカットみたいじゃない。そんなことないか。あ、これさ、ボタン閉めれるのか。コンビニはローソン派もちろんですよ。もう私唐揚げくん、もう唐揚げポンになっちゃったぐらいだからね。みんな
そうだよ、雨の日じゃないともらえん。でもね、ここ何日かみんな雨かもよ。嘘、今日福岡麻衣子さんのために。いやー、私ももうちょっとで誕生日かな。マスケンさんかわいい、あらありがとうございます。マイキーは暑いってすぐ脱いでた？え、全然私大丈夫だよ。みんなプレゼント、赤ずきんちゃんに見える握手会で来てきてほしい。どうしようかな、みんな。アイポンチョいいね。もうなくなってる店もある。マジか。マック、マックポテト好き愛おしい。あら、同じ絵文字ゲットしてるたけるさんちょっとね、ちょっと開けとこう、通気性ね。なんでんちゃん、いらないとか言わないでよ。 iPhone 今こうやって着てるんだから、がっつりあら、まさぽんハートありがとう。スーさん、ちょっとマイキューの部屋に寄り道しとった。食べてないの？言わないと。これね、そうそうそう、みんなぜひ。サイズがあれば、サイズは多分ね、キッズサイズしかないフードがないと回転寿司の職人っぽい。あ、ほんとだちょっとあれだね。欲しい？コウジさん、ぜひローソンさんで1000円以上みんな買ったらもらえるよ。やばくない？癖が汗まみれに。そう、唐揚げくん美味しい。美味しいよね。もうね、なんだろう、でも意外と唐揚げくん、あの何からだったっけ、あのね、ローソンさんね、違う種類の唐揚げもあるんですけど、それも美味しい。なんか唐揚げくんもちろんね、とは違う美味しさがある。スーさん、ローソンでもらえるよこれ。あ、そうだよ、さん、唐揚げくん5個でもらえる。1000円いくからね。後ろはね、鳥さんだよ、みんな。どんな感じになってんだろう、わかんない。大丈夫これ鳥さんかな、かわいいでしょ。すごい、想像以上にやばい。タワーだ、ほんね、ちょっと待ってタワーさん、やばい大丈夫、タワーさん、ありがとう。タワーさんイケメンすぎる。だって私が後ろ向いてる時にタワー投げちゃうだなんて私じゃなくて、ちょっとあれ、私じゃなくて、唐揚げくんにタワーあげちゃった。唐揚げポンにタワーくれたかな。私が後ろ向いてる間に、ありがとう。あ、逆だった。ありがたわ、ごめんね、ちょっと癖すごいけど格好。ついにごめんそんなことはない、待ってね。唐揚げポンタワーだよ。何回書いても私下手ですね。自分でもタワーが下手って分かっちゃった。タワーさん、待ってた。みんな待って、どうしたの？サトシさん、タワー。何？この格好みんなちょっと。本当じゃん、タワー増えてる。バグじゃないよ、ガチだ。サトシさん、ちょっと待ってね。前田さん、ここ iPhone ルームで間違えたら、ちょっとどうしたの前田さん。唐揚げポン人気、ちょっと私もう脱がないわ。ボクサーじゃないよあー、わかるわかる、あのボクサーの方の入場のシーンね。
よし。なんかね、ちょっと色合いがないね、色合いが。私最近思ったの、色合いが大事だね。間違えて投げてる？みんな間違えてるの？ちょっとそんなことないでしょ、みんな。なんかね、なんかね、色欲しいよね。どうしようかな。わかんない、デコり方がわかんない。ちょっとタバー変なことになっちゃった。どう？唐揚げポンだよ。なんでみんなちょっと。タワー曲がってる？うん、ちょっと曲がっちゃった。触れないね。ありがとう、ゆりさん。タワコさん、唐揚げポンの人気すごいでしょ。ダメだ、いつもの、これでアイポンに戻ったらみんな誰って言うんでしょ。もう今日は唐揚げポンでいるよ、私は。ありがとう。そして、サトシさんもありがとうです。メッセージ書くよ。ヤギちゃんルームだ。まあヤギちゃん今日誕生日だけどね。アイポンのサインかわいいでしょ。そう、ボブに、あ、ボブっぽい。これマイキュー画伯より絵心ある。ありがとう。ちょっとそうかも。ボブ似合う。ボブっぽいこれ。躍動感出してみた。あ、ちょっと待ってね。なんか色合いが足りないんですよね。もうタワーをね、赤で描いた。ボブ似合う？ボブポン、ボブポン。本当に？ボブ似合う。なんか私そう最近ちょっとあるスタッフさんにも、なんか愛子ちゃん髪切ったのも見てみたいって言われたんですけどね。でも私ね、ずっとね、そう、ちょっと足見えちゃった。そう、ずっとね。なんでてるいさん、待って、どちょっともうわかんない。間違えた？たーさん、これガチで間違えた？またた、これヤハギちゃんルーム大丈夫？アイポンルームだけど大丈夫かな。ターさん、ターさん雨の視界ね。ちょっとタワー、ターさんどうしました？ターさんありがとう。大丈夫？大丈夫？
いやボナさん、ちょっと待って、ドプリンゴさん、ターさん悩み事あったら相談乗るよって、そんなに、あ、また間違ったって嘘でしょ、ターさん、お尻戻すの間違えた。ええー、そんなことないよね、ターさん、本当に誤爆、誤爆だったらちょっとターさんごめん。ちょっと待ってね、メッセージ悩むな。え、嬉しい、じゅんさんかな、かわいい、かわいい猫、あれ私じゃない、かわいいね、ありがとう。でもタワー投げたらみんな普通おめでとうなのに私いじられるんだけど、やめて、前田さん計算しない。えー、キャロットさん移動しちゃうの、アイポンルームとは思えない。赤ずきんちゃんじゃなくて、これね、実はね、今ローソンさんで1000円以上買うとね、唐揚げくんポンチョがもらえて、私は今それを着ています。やめてんだけど、えー、嬉しい、これからもずっと iPhone だね、それ伝えたかっただけ。さて、もやしを食べよう、ちょっと待って、あ、その服は唐揚げくんポンチョ、マイキューとお揃い。やばい、タワーはここ、えー、斉藤さん入れなかった、本当に結構、本当にタワーさんパンの耳をよし、小さい、本当に私結構ブカブカだよ、でかいけどね、私ひょっこりぽん、ひょっこりぽん、ツインだよ、ツインタケノコじゃない、ツインタワーだよこれ。雨やばい、気をつけて、ありがとう、たーさん、ずっと iPhone で嬉しい、本当にね、みんな、でもたーさんさ、そう、まだ会えてないから早く会いたい、本当に、なんかこうやってコメント読んでてもね、顔がわからないのが悔しいから、本当に会いに来てほしいな、たけらさん、iPhone に会いに来てほしい。あ、待って、仙台四郎さんだ。さっきそう、ゆらちゃんとまいちゃんと私でやった時に一人ごめんね、やばい、会えた。やばい、もう名前見た瞬間分かったわ。いや、ごめんね、さっきちょっと3人にね包囲しちゃって申し訳ない。4本目、いやいや、みんな無理しないでね、本当に、でも嬉しい、こうやってね。iPhone に、やめて、ターさん、ガシンした。そんなやめて。実際の iPhone にあったら iPhone のこともっと好きになるね。嬉しい、斉藤さん。握手会であったら何か起こるやつだ。本当に。し並べでちょっとね、
ハーレム状態に。KT さん今来ました。今日は何かのた分かんない。今日ねちょっと唐揚げポンが燃えちゃった。みんなそう、こうやったらボブに見えるね本当に。あ、ボブじゃんこれ。もうキティさんハットありがとう。いやほんと唐揚げくんポンチュ来たらみんなモテる。唐揚げくんポンチュ持ってた。ユダさんアイポンルーム楽しい。うれぽん。カズさんこんばんは。アイポン配信と同じくらい握手も楽しいかな。タアさんガチ。あーそういうことか。タアさん正直バスラ前でテンションぶち上がりなんです。なるほどね。乃木坂さんのねバスラがもう、そっか、明日明後日もうすぐですよね。今日何から。そういうことね。タアさんいいな、一緒に行きたかった本当に。ついていかないんだから。いや神対応嬉しい。アイポン配信ふみさんありがとう。こんばんは。まさきさんありがとう。22かサタンさん覚えてるよちゃんと。私もまだなんだろう。唐揚げポン、生唐揚げポン。ボブポン最後まで来ちゃうかな。サトシさん15日約束会そっと会いに行きます。ボブポンいける。伊沢さん、キティさんハートありがとう。ポンチョ似合ってる、ありがとう。コウスケさん独身ならなそうだ。グリップキングさん本当にね忙しいのよね。広島来てほしいな。あー嬉しい。マサポン福祉券今申し込みしてるね。何枚買おうかな。もう本当に無理しない程度に iPhone と話したいだけ。来てくれたらみんな嬉しい。一応ねあのそう、あらユイルさんフォローしました。嬉しいです。ちょっとねこの格好48セカンドシングルまだねタイトルは未定なんですけど、そっちかね。ちょっとターさんはよく握手会もうすぐ会える。今週だ嬉しい。照れ隠しかな。ターさん木立さんありがとう。コスプレ、コスプレ唐揚げくん。キャロットさん知らないの。食べたら感動だよ唐揚げくん。食べて本当に。髪は切らないかな、どうしようかな。サンバーさん iPhone から。なんでそう。ぜひみんな STU48セカンドシングル個別握手会の日程です。9月29日、10月4日。これねそうテーマがね決まってて、サンシャインシティ展示ホールで皆さんぜひ。まぁ、ちょっとね東京なのでね照れ隠しでスターさん、あら私まで照れちゃいそうですね。ちょっと買い方があるから、キャラアニさんにね、STU の公式ホームページから行けます。STU の公式ホームページで、ニュースのとこにある、握手会決定みたいな感じのとこを開いていただけると、あら、たけさん、G うまい、嬉しい。けん玉ある、いけるかな、セカンドシングルタイトル。握手会8日3部です。ちょっとね、早いんだけど、来てくれたら嬉しいな。1本3部なの。いや話すことなくなる。私がなんか話すよ。じゃあウィーコマさん嬉しい。ちょっと癖が強い、ごめんね癖強くて。そっか曜日がきついか。体育祭私まだ何もわからないのな。どんな役そう。ちょっとね今回はね500枚で鑑賞枠ということで、まあね、いつでもね。ララさん誕生日ここ来てくれたら生でお祝いしていますよ。12月広島グレープキングさん楽しい。よか3部ありがとう斉藤さん。3部です。ふめさん耳が聞こえない。全然もうぜひ嬉しいです。こうやって iPhone のショールームも来てくれて。ズーミンさんこんばんは。けん玉丸連れて。いやそう東京都へごめん。そうねちょっとねありがとう。ちみさんありがとう。すーさんもぜひねみんなといっぱい会いたいなと。クリスマスの握手会、あらひっくんクリスマスに会えるんだね。どうなんだろう。あいよポンチョの後ろ何さんだろう。絵文字かな、絵文字さん。
ポンチョの後ろはね、みんなこんな感じ。かわいいでしょ。どうなんだろうね。15日10枚ありがとう。あー、風に家に着いた。リポン暑い。 iPhone のおすすめはね、まさぽんね、このね、またね、続き6日間あって、今回11月18日、12月9日、12月22日、そしてクリスマス12月24日と6日間あるんですけど、私のおすすめはね、この12月9日のサンシャインシティ展示ホールのクリスマス会 in 東京と、この12月22日のね、広島市中小企業会館の祝個別握手会瀬戸内初開催企画、何をやるのか全くわからない。他はね、ちょっと文化祭とかクリスマス会でね、ちょっとリアル感出してるのに、ここだけね、何をやるのか全くわからないテーマですが、まあ皆さんちょっと何やるんだろうっていう感じなんだけど、嬉しい。クリスマス、そっか、予定がまだわからない。そうだよね、ラカンさん。ふみさんありがとう。大丈夫、後ろ姿やばい。ギリ徒歩も可能。斉藤さん、本当に。みなさんありがとう。12月仕事忙しい。そっか、かな。ケイティさん小判ありがとう。だるまもありがとう。あ、知ってたけどありがとう。まさぽん優しい。私のおすすめはここですね。でもね、ここ大阪もね、クリスマスか、前写メ会でね、たくさん初めて、そう、ちょっとね、大阪、東京は遠いけど大阪なら来れるって方がね、たくさん来てくださったので、大阪も待ってます。東京もですけどね、もちろん。嬉しい。さおさん、始業式とクリスマス、そうです。こっちはね、イン東京、こっちは大阪です。 iPhone のけん玉披露いけるかな。ぜひ皆さん、ごめんね、ちょっと癖の強い告知なんですけど、時間大丈夫かな、まだ。ああ、もう43分。ラカンさんよかった。伊沢さんバラありがとう。15日京セラで弾く、待ってます。そうです、クリスマスがね、イン東京とイン大阪があります。松花堂弁当さん待ってますよ。グレープキングス、何、ユフケンさん、そういうこと、楽しんのいいところ、嬉しい。まあね、ちょっとね、そうやってね、 iPhone のを押してる方でね、 iPhone 押してよかったってね、思ってもらえるように、私は頑張りたいと思ってるので、1枚でも全然です。かわやさん、本当に何枚とか関係ない、とりあえずね、ちょっとね、実物を見に来てほしいなっていうちょっとね、一回会いに来てほしいなって。握手会行ってもいいですか、そうめんさん。もちろん、クリスマスは忙しい。そっか、唐揚げくんポンチいいでしょう、しるちゃん。嬉しい、東京のクリスマス体育祭、ありがとう。ご飯食べっこい、あー、カズポン、コケコッコいいでしょう。代引きになる前に買わないと、やすさん。そうだね、みんなイブはね。斉藤さんハートありがとう。 iPhone 可愛いから一回行ったらハマる。あらー、唐揚げポンが真面目な話してる。ちょっとダメ、この格好でもちょっと真面目な話は。あれ、笑っちゃう。記念に1枚待ってます。あ、ザキヤマさんだ、待ってるよ0.5 枚、ちょっと癖すごいね。押し増しでも全然、押し増しは、でもそっか、押し増し個別握手会いけるかな。みんなハートありがとう。カズポンとクレープキノさん、嬉しい。本当に生きてた中で一番楽しかった、嬉しい。ちょっとリップ塗るね、ごめんね。ちょっと唐揚げポンリップ塗るね、みんな。 STU ドラフト戦の中でふみさん、嬉しい。唐揚げくんポンチョがいい、みんな。どうしようかな。おやすみカズリン、ありがとう。カズポン、ひーくん、ありがとう。ハート、グレープキングさん、ダルマありがとう。嘘、なんかちょっとその話は、前田さん鶏飼ってたからよく食べそうだよね。でもグレープキングさんありがとう、ダルマ。あら、タコが見えたぞ。ポンチョがいい。斉藤さん解禁
賞確かに斉藤さんいつも来てくれるもんな。そう、私はね、メガネ外してみたらって言ったら一回コンタクトで来てくれたしびっくりした。え、コンタクトにしたのって。うん、カズリンありがとう。タコ、ちょ、色気づくよそれ。なんか完全にアイポンズ、本当だ、気づいたらアイポンズだよ。もう嬉しい、竹野さん見てるよ、ありがとう。みんなランキングも、おしめイベント嬉しいです。どうしようかな、ちょっともうちょっと迷う。そう、一応ね、服決めたんですよ。もうノープランでも楽しめる、嬉しい、勝負服だ。車掌さん、トラカンさん、クマさん、ありがとうございます。癖すごいな、この格好で。みんな一本の握手おすすめ、嬉しい。みんな一本のこと絶対、ありがとう。マザポン、アザラシ、コス配信の人気が高い。じゃあコスプレしちゃおうかな。クマポン、あ、パピオンさん、ヤッホー。クマ、そう、メガネで、なんかね、一回ね、そう、オキちゃん、多分私オキちゃんと横のレーンでみんなに手振ってる時に、そう、オキさん干したアイポンそう、なんかメガネを取ってね、多分拭いてたのかな。それ見て、メガネ外した方が絶対いいですよ斉藤さんって言ったら、まさかのねでもやっぱね、斉藤さんメガネ外した方がいいと思う。私はでもちょっとコンタクトきついよね、わかる。私も今コンタクトだけど、結構飾ろうか、けん玉いいよ。あ、スマイルアニマーくん、ありがとう。アイポン好き、唐揚げポンやだ。まあね、レアだから大丈夫。テレさん毎日唐揚げポンってことはないから。気づいたらアイポンズ、あ、わかる、もうその歌のメロディーわかるわのアイポンズかな、斉藤さんありがとう。ラーメン屋ありがとう、やっさん、おしないしが始まった。終わってから行こう、嬉しい。全然、でもちょっとでもね、見てくださって、アイポン気になるなと思ってくださる方がいると嬉しいので、ちょっとでもぜひ。ドラフト生の推しになってももちろんです、激売れポンですね。パピオンさん、広島の個別でやっと会える。ちょっと髪の毛出てるな、嬉しい。アニポン帰り、毎日とコスプレ、いや、そんなことはない、ちゃんとコスプレ買ってるから。 そっか、英雄健さんメガネなんだね。目がちょっとシパシパ。おつてんさん、こんばんは、ありがとう。そうか、広島でね、確か多分やっと会えるって方もね、何人かいると思うから嬉しい。双子で会いに行ってももちろんですよ。スマイル兄弟待ってます、嬉しい。21日初めて消化道弁当さん、ドキドキですね。どうしようかな、一回だけね、七並べしようかな。みんな用意できてる急に七並べ、ちょっと一回だけやろうかな。と、気になる、アイポンズじゃないキャロットさん、アイポンズにさせてやるアイポンズ多い、いやいや、木立さん全然、ちょっと気になるぐらいで来てくださって、もめちゃくちゃ売れポンです。俺もメガネ、みんな結構メガネだね。いい子にしてたよアイポンできてる。じゃあちょっと52分ぐらいからやろうかな、一回だけ。まさぽ待ってるよ、広島大ポンズ嘘でしょ、みんなどうしたタワーじゃん。あらー、溝口車掌区さん車掌さん、またタワーだ。ちょっとみんな今日ヤバポンだよ、嬉しすぎて申し訳ない。でもこうやってね、ちょっとね、ボードが1個しかないからすぐ消しちゃうの申し訳ないです。みんな、溝口車掌区さんにしようか、じゃあ。でいいかな。前ね、ちょっとね、名前がね、どうしようか。なんか、溝口って書くのちょっと恥ずかしいな。
人でニヤニヤしてた私今書きながら一人でニヤニヤしちゃった。書いてるわと思ってちょっとニヤニヤしちゃった。やばい、メッセージ書いちゃった。タワー書くとこなくなっちゃった。ごめんね、ちょっとタワー綺麗ちっちゃくなっちゃったけど。みんなそんなもやしもやし言わないでよ。そんなことないよね。やばいよ今日4本目みんなちょっとさ、私今日誕生日じゃない、大丈夫かな、今日誕生日じゃないんだけど。え、52分来るみんな。53分にしよう。じゃあごめんね、ちょっと53分から。53分からあります。ありがとう。じゃあみんな七並べ、53分だよ、もう来るよ。全然遅延したわ。いや、誕生日は持って、そんなことはないよ、みんなもうすぐ誕生日。53分ね、みんな燃やした。いや、やめて。iPhone かわいぞ、ありがとう、さとしさん。もやし生活の人やめて、みんな、みんなガリガリ、ちょっと待って、みんな嘘でしょ。どう、あっ、ヨッシーさんとたけるんさんいるわ。何歳、17歳。 HKT さん入ってました、あらいいな。イエーイ、みんな会えたん、みんな会えなかった、やっほー。連打がすごい、連打が。いやでも嬉しい、こうやってスタンプね押してくれるとなんか嬉しい。前ねちょっとね、私一人だけあのペコリってスタンプ押して、誰もスタンプ返してくれない時ちょっと泣きそうになっちゃった。やばい、ちょっと恥ずかしいってなっちゃった。一人だけノリノリでスタンプ押しちゃった。ちょっと石並べ今してます。ちょっと寂しいね。そうセブンティーンだよ、みんな花の。嬉しいな、こうやって iPhone のカード使ってくれてるのも嬉しい。あールートさん、今日石並べ、あールートさん当たった、今日ヤミーズの方だと思った。イエーイ、生誕メッセージ嬉しい、ぜひ皆さん。iPhone とさっきさんにも会えた、いやー嬉しいね。今日めっちゃ、おやばい、 iPhone もう爆発する、もうバーストする、やばい iPhone、 嘘でしょ。あー確かにスケッチブックに書くのいいな、そうしよう。まさぽんありがとう、ちょっとスケッチブック、 iPhone 7枚残して爆発しました。嬉しい、テルイさん本当はいじったけど、本当あ、唐揚げポンのこといじったけど、本当はすごく可愛いと思ってる。みんな照れ隠しかな。伊藤まりかさんセブンティーン。もう伊藤まりかさんのソロ曲はねもう神ですよね。アイポンすぐ死んじゃった、弱えって言わないでよ。あそう、私真剣勝負だから全然みんなガチでもいいよ。 iPhone ごめん、配信10時までだからね、もっとやりたかった、ごめんね、もっと早く気づけばよかった。ちょっと今日唐揚げポンでテンションが上がってた、ポンポン言ってたら。アニポン1おめでとう。そう iPhone ちゃん時計ちゃんと用意しないといけない、今日は大変だ。あーたけるんさんバーストした、あ、言っちゃった。あ、ヨッシーさん1位、おめでぽん。あ、誕生日来るとに、いや、多分ね、まだね17歳だからね、そう、まだここ JK だからね。じゃあ男女見ます。13位サタンさん、ありがとう。12位
鬼さん、鬼さん、鬼さん、ありがとうございます。11位 KT さん、ありがとう。初めてだね、ヨシーさん。あら、ゲットしちゃいましたね、ナイポン。10位ゴンケさん、アットマーク、なんでなんだ、あ、みんなで一緒にアイポンズだ、ありがとう。あ、ちょっとゴンケさん、ちょっと久しぶりなんじゃ。そんなことない。あれ、 KT さん読んだっけ、読んでないか、ごめん。11位 KT さん読んだかな、読んでたらごめん。9位グレープキングさん、ありがとう。8位エンちゃん、アットマークアイコンズ、センキュー。これマイちゃんのパクリね。7位ドクリング100個分のアイポン氏のアイポンズさん、ありがとう。8位エンちゃん、あ、じゃごめん。6位 F ケンさん、アットマークアイポンズ、ありがとう。5位マサポン、アットマーク、ちょっとみんな唐揚げくんがちょっと癖が、あ、ちょっと押せない、マサポンが、マサポン。セカンドシングルは何枚か、あ、セカンドは何枚かく決めてないけど、気持ちでね、ありがとう、マサポン。気持ちでも嬉しいです。4位ラカンさん、ありがとう。3位サトシさん、ありがとう。ポテトシ、雨だから誤爆ちょっとうるさい、私これ今タブレットだからね、みんなのね、そのちょっとしたあれがね、そうだよ、コメント欄の癖見えてるからね、みんな。2位水口車掌区さん、ありがとう。そして第1位はトゥルルルルルちょっと暑いから、タアさん、アットマークアイポンズ、ありがとう、タアさん。そしてね、ほんと1位2位3位の溝口車掌区さん、タアさん、サトシさん、ありがたわです。あら、12月大阪アイポンのぞく来てくれるかな、サトシさん。いや、最近長い、じゃあちょっとね、ごめんね、時間ないからスクショタイム。はい、ちょっとじゃあ下がってスクショしよう。よし、ちょっと引きの、初めて、嬉しい、美容院みたい。ガミタイムします。後ろ向き、みんな、もう時間はーい、どう、なんで iPhone の顔見てよ、みんな、ちょっと時間ないから。はい、唐揚げくんに、あ、でかい背中言うな、前田さん。面白いね、よく考えよう、お金はなしなんか CM のあれかな、聞いたことある。みんな、じゃあバイポン、ありがとう、ごめんね、ちょっとスクショタイム短めで、みんな本当にありがとうございました、楽しかった、頼れる背中、よかったじゃあバイポン、みんな、しならべよろしくお願いします。みんなありがとう、見てるよ、ランキング、またね、読みます、ランキングも。おやすみなさい、バイポン。